赤コーナー235番のアイズマユート今夜はキングスロードの門番となりますアイズマユート。青コーナー245番の後藤達俊ミスターバックドロップ後藤達俊へ打つ相島のマッチアップ。いきなり左のラリアット抱え込んでわっと秒殺かと思いきやキックアウトしました。相島驚きましたね。竹内さん、しかしね、新日本プロですから嫌な選手がね野に放たれましたよね。嫌な選手という表現、本当に嫌な選手ですね。そうなりますね。キングスロード正式所属相島対フリーとなった大ベテランの図式、見どころ数あると思うんですが、どのあたり一番竹内さん注目されますか。やはりね、まあ、後藤選手やっぱ新日本の中でややちょっと低迷が続いたんですけども、このやっぱり契約更改をですねしなくてフリーになった瞬間からまた吹っ切れたようにね、ゼロワンの戦い見てもねやっぱりちょっと変わってきましたよね。すで、はい、に新日本プロレスそしてゼロワンマックスの戦いがあったわけですね。それでやっぱり一匹狼としての後藤はやっぱ怖いですね。怖いですね。かつてはブロンドアウトローズレイジングスタッフ感染司会同盟、そしてチーム2000というのもありましたね。もういろんなものを経験してますからね、はい、いやいい意味で独特の匂いを香りをまとったプロレスラーです。いやーこれは生涯へ戦いの場を求めた。どこまで行くのかな。これは後藤完全にかつての一匹狼の大暴れしていた頃のスタイルなんですね。これがですよね。まさに王道を踏みに行ってきましたね。ああそうですね。後藤自身が築き上げてきた王道はこれであるというアピールかもしれません。そして驚くのは竹内さん、1月5日力プロの試合の前にですね頭蓋骨の骨折があったようですね。ですよね。びっくりしました。その状態であの長州力と試合をしていたわけですね。長州にも噛みついたわけですからね。そうなります。何しろ傷はその医療用のホチキスで止めてあるようです。体制への不満、そのイメージは強いんですが、まさにそれを体現してまいりました後藤達俊。さあ一時は黒髪に戻したこともあったんですが、やっぱり竹内さん金髪が似合いますね。ブロンドアウトローズが似合ってますよね、はい、入場の際にも拍手がひときわボリュームアップしていました後藤達俊。ここはコーナーへ飛ばしていくぞ。右の腕を振るったがラリアット返した相島。さあこちらの戦いぶりにも注目が集まります。キングスロード2人目の所属選手、昨年12月に正式所属になりました。ラフにはラフ音。さあ相島の方も、相島の方もこれはいい目をしてきましたね。ですね。そして顔面サミング。ここはやっぱキングスロードとしては何があるのか相島に頑張ってほしいところですけどね。リングを守らなければいけないわけですね。旗揚げ戦ではあの池田大輔と対戦しましたが、丸め込まれはしましたが、だいぶ状態の方は良さそうでしたね。そうですね。肉弾戦がありました。両肘の手術があってブランク。ああその肘どうやら大丈夫なようです。カバーに入る。両足で蹴り上げていきました後藤。首4の字バチーンと自らのももを叩き上げました相島優斗。相島の方もブランクはありますが、今年11月でデビュー10周年になります。しかしブランクの間も体の維持はしっかりしていたんですね。本当ですね。本当体がもっとよくキープしますよね。辛い時期精神的にあったでしょうね。でしょうね。でもやっぱこのキングソード参戦で一つやっぱり大きく吹っ切れたわけですからね。そのようです。そして前回の試合後ですね、3年後の武道館、いやメインは俺なんだとですね、ぶち上げました。それを目指しているのは宮本だけではないと相島、対する大ベテラン後藤場内にアピール。人生バックドロップという声もまさにその通りですね。客席から聞こえてきました。おっと行くか行
行かせない行かせない、腰で払っていきました。いや体格的に見てもですね、相島の方はこれは後藤に比べて劣ってもいませんしですね、なかなかいい戦いになっています。行くぞという大きな気合からコーナーポスト最上段飛び込んでのエルボー。さあ逆、これは片指の体勢からカウント2つになっています。後藤の金髪、そして肩口を蹴り上げるが、後藤流れを変えてバックドロップ、ひねりを加えて貫禄の一撃、たった一発ですね。そうでした。